はい、こんばんは。ですね、まあこのワールドを作った時に、まず建築の方をメインにやりたいっていうあれがあって、もうろくに探検もしないままやり始めちゃったんですね。でそれで拠点の前にあるものが海だと思ってたのが実は湖だったとか、そういうことがありまして、ちょっとこれはそもそもどういうこの初期の島がどういう形状なのか調べなきゃいけないなと思って、昨日ぐるっと海岸沿いに歩いてきました。そうしたらですね、なんと、長老の祭壇がほぼ地続きと言ってもいいくらいの川をちょっと泳いだあたりのすぐ隣にあることが判明しました。それでですね、なんとそのすぐ近くに商人もいたという事実が判明しまして、これはラッキーでした。で、まあ、その時は まさか商人を見つけられるとは思ってなかったんで、何も持ってなくて、ポータルの材料も持ってなくて、ただその時はもうチェックすれば分かったということでまた歩いて帰ったんですが、今日はポータルの材料を持ってまた行って建ててきました。そこのところがちょっと録画失敗して飛んでるんですけども、それで買い物しようと思ったんですが、一番買いたかったものが手持ちの貴重品やらコインやら全部足しても足りないということが判明しまして、でそれならばこうその近くのダンジョンの、特攻していってちょっと金目のものを漁りに行こうかなと思ってます。ということで今はその続きになります。そういう状況であります。でこれはもうちょっと録画が失敗してますが、もう商人、その商人のところにつながっております。飛び込むと、あ、間違えたか、あ、いいのかな、そうだ、これで OKOK、 はい、商人のところですね。はい、これでですね、これを買い、メギンギョルズ、これを買いたいんですが、貴重品全部売っても足りなかったんですね。もうこれも欲しいんですが、とりあえずこっちのが先ですね。まだちょっと足りないんで、ちょっとダンジョンを特攻していきたいと思います。鹿たたきも持ってきたんだね。これ使えば楽にいっちゃいますね。どうしようか、まあでも、よし、とりあえずこのスタイルで入ろう。これもなんか反則じゃねえかっていうくらい楽な方法が、これでみんな骨になっちゃうんだよね。骨になっちゃった、もともと骨か。キノコはいいや、ちょっと待ってください。
んだ、クイーン、しけてんな、足りないよ、このじゃ。キノコばっかりじゃん。せめてフルドリンクに書くとかさ、なんか出せよ。幽霊が効かないのか。おお、幽霊殴り効くのか。おお、フルドリンクに終わった。まだ足んないかな。なんかしけてたな今のダンジョン。ここからこの横通れるのかな。当たんない。まだ当たんない。もう残念。またね。また来るわ。バレたんない。よし、一旦動画をアップしよう。コードとして、はい。